いつもご視聴いただきありがとうございます。ここは JR と京王の井の頭線の、交差する吉祥寺。いつもご視聴いただきありがとうございます。この場所は京王線井の頭線の吉祥寺駅でございます。JR の吉祥寺駅のすぐ南側に位置していて、JR ですと公園口というような案内がある、井の頭公園に非常に近い出入り口でございます。西武新宿線ユーザーの私からしたらですね、かなり縁遠い京王線なんですが、ちょっと別件で三鷹に撮影に来ていたついでで、そのまま帰るのもね、なんか鉄オタとしてはこう許せなかったので、京王の井の頭線、この吉祥寺から渋谷まで、12キロ、途中15駅をこう走っている線路になるんですが、これをね、またご紹介をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。住みたい街の、上位にいつも位置している吉祥寺駅でございます。アングルがね、ちょっとなかなか人が映り込むのが避けたいのと、吉祥寺駅というのをこう映るようにね撮ってるので不自然な感じで申し訳ありません。京王井の頭線乗り場のところにやってまいりました。ご覧のようにですね、急行が行った後にすぐに各駅停車が発車するというようなパターンで、1時間あたりおよそ7本程度走っております。途中吉祥寺と渋谷までの間に15駅あるんですが、各駅停車はもちろん、各駅に止まります。急行が途中ですね、入ってるんですけどね、停車駅が。このようになってます。久我山、永福町、明大前、下北沢という順番なので、途中4駅しか止まらないので、この時間帯の、渋谷までの所要時間というのは約17分ということになっております。京王井の頭線の乗り場です。真逆の方向は中央線との乗り換えができる、ところになっております。にやってまいりました。エスカレーターを上がって右側に切符売り場がございます。明大前で、新宿もしくは京王八王子高尾山口方面と、乗り換えができるようになっているのと、あとは途中の下北沢で、小田急線との乗り換えもできます。この吉祥寺は JR でも新宿に行くのに15分から20分、井の頭線で、渋谷に行くのも20分程度なので大変便利な場所なんですね。ということもあって街自体も非常におしゃれな建物が、お店とかもね、多くありますんで、それも人気の理由でございます。ということで、井の頭線これから乗ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。吉祥寺駅の井の頭線の発車時刻表です。ラッシュの時間帯以外もかなり本数多いですね。では今回はこの京王井の頭線の急行渋谷行きに乗って、ご案内をいたします。どうぞよろしくお願いいたします。だいたい20分ぐらいの走行シーンになると思います。ここから後の音声はアフレコでございますので、よろしくその点も ご承知いただければ幸いです。まず簡単な井の頭線のご紹介をいたします。開通したのが1933年、昭和8年8月1日に、渋谷から一駅先の井の頭公園までが開通しております。井の頭公園からこの吉祥寺までがつながったのが、それから約1年弱ですね、1934年、昭和9年の4月1日のことだったそうです。続いてレールの幅なんですが、京王線の本線は1372ミリという幅なんですが、この井の頭線は1000飛び67ミリです。もともと作られた帝都電鉄が今の小田急電鉄の前身で、小田急系の
路線だったんですね。それで小田急と同じ線路幅ですし、あとは JR の在来線などとも同じ、まあ、日本には多いレール幅なんです。現行渋谷行きお伝えいたします。途中延期途中で路面線と渋谷行き連絡いたします。それと今でこそ京王線は京王電鉄という名前なんですが、この井の頭線が旧帝都電鉄を引き継いだものであったので、1998年まで京王帝都電鉄という名前が京王線の会社名として使用されてました。大変お待たせいたしました。急行の渋谷行き発車いたします。約20分弱ぐらい、ぜひ全面展望などお楽しみいただければ幸いです。線ですが、吉祥寺から見ると、東南東の方向に向かって走っていってるような感じです。それと渋谷が都内でも高い位置にあるんで、ずっと上り勾配です。今反対側の電車とすれ違ったんですが、井の頭線は車両は全部線形という電車で一緒なんですが、カラーリングがね、全部で8種類、7種類あります。ブルーグリーンにアイボリーホワイト、サーモンピンク、ライトグリーン、ラベンダー、オレンジベージュ、スカイブルーと、もう一個レインボーカラーラッピングというものがあります。で、先ほどはね、アイボリーホワイトのカラーリングの電車だったんですが、今度すれ違う電車はオレンジベージュの電車です。すれ違う電車のね、色とかもぜひ見ていただけると面白いと思います。もうすぐ右側に井の頭線の富士見ヶ丘検車区が見えてきます。井の頭線、この線形が29編成在籍しているんですが、全部の編成をこの検車区に、留置できるぐらいのスペースがあるそうです。今右側にはラベンダーカラーの編成が止まっていたりします。奥にはね、スカイブルーの編成がいました。この今で乗ってる電車もね、スカイブルーの編成なんですよね。右側にもアイボリーとかサーモンピンクが止まってましたね。この井の頭線ですが、京王線ですら他の線路と全くつながっていないんですね。
ある程度の検査はこの富士見ヶ丘検射区でできるそうなんですが、まあ、大掛かりな検査とかになるとね、どうなるんでしょうね。ちょっとそこが興味があります。場合を上がっているんですが、次の駅は高井戸です。高井戸の真下にですね、環八が走ってるんです。環状8号線という道路ですね。1972年に環八が、供用開始した時に合わせて、井の頭線では数少ないこのような高架駅になってます。駅福町に着きますが、井の頭線途中の15駅ある中で唯一電車がこの追い越しができる駅なんですね。吉祥寺をこの急行の7分前に出発した各駅停車がちょうど左側でこの急行に追い抜かれるのを待っております。それと久我山がね、最後の停車駅だったので、途中4駅からあのお客さんを乗せた、各駅停車がね、あの渋谷まで急ぐ方がもうこの急行の方に乗り換えができるようになってます。吉祥寺からでも渋谷からでも各駅停車に乗ると、後から来る急行に必ずこの永福町で抜かれるようになってます。各駅停車でね、井の頭線を乗り通すと大体30分程度かかるようなので、目的地が急行の停車駅だったりする方はね、ほぼほぼこの永福町で急行に乗り換えるようです。実際この急行もね、永福町で隣に止まっていた各駅停車から乗り換えられる方が相当数いらっしゃいましたので、もうここの永福町と隣の明大前から、まあ、満員電車までは行かないんですけど、かなりもう座ってられない状態で立ってる方も非常に多くいらっしゃいました。Please change trains here.
for the KO line. The doors on the left side will open. After Meidai Mae, we will stop at Shibokitazawa.このカーブを曲がった先にね、ガードがあるんですが、左側に不自然なスペースがあります。戦前にですね、山手線のちょうどこの左側のスペースですね、山手線の外周をさらに、環状線を作るというような計画があったそうで、その名残としてスペースが未だにあるようです。まもなく電車は、明大前京王線の本線系統との乗り換え駅に到着いたします。文字通り駅名の由来は明治大学の泉校舎がこの駅の北側にあります。もう京王線本線系統との乗り換え駅で非常に混み合う駅の一つでもございます。電車は新大田駅を通過したんですが、終戦間際の1945年の6月から、終戦後の1952年まで小田急線の、今の世田谷大田駅と、この井の頭線を結ぶ連絡線があったそうなんですが、今はですね、その連絡線がないために完全なぼっち路線として井の頭線が、残ってます。下北沢に到着いたしました。以前小田急線なんですが、ちょうどこの上にですね、線路が走った高架駅になってたんですが、2013年に地下化されました。動画の前半部分でもお話ししたんですが、この井の頭線はもともと小田急線のグループだったので、2019年の3月までですね、この下北沢が小田急線地下化された後も小田急と井の頭線乗り換えるのに途中に改札がなかったんです。今は2019年からそれぞれ井の頭線と小田急線に改札がありますんで、切符を一度そこに通さないことには乗り換えができないようになってるんですが、もう以前はね、切符持ってたら全くそういうのがなしに乗り換えができたので、かなりレアなケースでございました。
もうすぐ急行は駒場東大前を通過しますが、この線路の左側、木がある部分などですね、すべて東京大学の駒場キャンパスの敷地です。新鮮駅を通過して渋谷に到着するんですが、渋谷という街がですね、いかに地形が複雑であるかがこの先でよくわかると思います。まずですね、トンネルに入るんです。トンネルとトンネルの中に作られた駅、新鮮をもうすぐ通過します。そうするとですね、終点の渋谷でもご説明してるんですが、この後に広がる光景などもぜひ、ご注目ください。まもなく電車は終点の渋谷に到着いたします。京王井の頭線いかがでしたでしょうか。この渋谷の一つ前の新線という駅の手前からトンネルに入って、新線の駅を出てまたトンネルで、そこからそのまま渋谷駅に到着するという、このなんていうんですかね、まあ、位置関係というか、まあ、ちょっと話それるんですが、あちらに発車時刻表があります。当時からは急行の1本後に各駅停車が出発するというパターンでしたが、渋谷からは、急行の2分後に、各駅停車が出発して、でその後の急行が永福町で、抜く、まあ、接続して追い越すというようなね、パターンになっております。ずっと新線の手前からトンネルが続いていたので分かりづらかったかもしれませんが、ここは渋谷駅の、ハチ公前がある出口の、そっちにあるマークシティというビルの中の、これ2階なんですね。渋谷というのが本当に文字通り、あの都内でも谷間にある場所なんですよ。でずっとね、地下に潜ってたような感じになって見えるかもしれませんが、実際はあのかなりあのトンネルの間でもアップダウンがあります。で地下鉄の銀座線もこのマークシティの先にあるんです。でこの上に地下鉄銀座線の折り返し設備とか車両基地があったりいたします。ちょうどね、マークシティって出てますよね。それにしても今日はあの予想外に人が多くてびっくりしました。こんなつもりじゃなかったんですけどね。どうする、外じゃないのか、
向こうに有名なおなじみの渋谷のスクランブル交差点があって、右側が山手線です。で、ここのビルがマークシティ、先ほどのホームはこのマークシティのビルの2階で、井の頭線が発着しております。ということで、吉祥寺からですね、だいたい25分ぐらいになったかとは思うんですが、今回は京王井の頭線について、全面展望を中心にご紹介させていただきました。ありがとうございます。今回もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。